おにゃんこセーリングム工場87ライブは、おにゃんこクラブのライブアルバム。1987年6月3日発売。発売元は、キャニオンレコード。企画品番 C28A0574。本 LP と同時に、CBS ソニーから CD、CDEPIC ソニーから、カセットテープが発売された。おにゃんこセーリングム工場87ライブが、 行われた国立代々木第一体育館1985年に歌手デビューした女性アイドルグループ、おにゃんこクラブが1980年代に唯一発表したライブアルバム。1987年4月4日5日に国立代々木第一体育館で開催されたコンサート卒業記念1987おにゃんこクラブスプリングコンサートおにゃんこセーリングーム。 工場の実況おろ音弾となる。卒業記念とは、テレビ番組、夕焼けにゃんにゃん放送開始初期から、おにゃんこクラブ会員メンバーだった、木原秋、国章さゆり、内海和子、辰美理香、高井まみ子の5名が、同グループを卒業すること指す。また、高井と岩井ゆき子による、ユニット、後ろ指刺さ,され組も、実質的に解散となった。ライブの詳細。 日程、セットリストについては、項目、おにゃんこクラブコンサート内の交番4、卒業記念1987、おにゃんこクラブスプリングコンサートおにゃんこセーリング、夢工場を参照のこと。なお、ノーモア恋愛ごっこ、青いメモリーズ、あんまりじゃない恋なし語、ピンクの茶を、星くずの狙撃手、技あり、春一番が吹く頃の7曲は映像化、音源化ともにされていない。 本アルバムはキャニオンレコードから発売されたアナログレコードのほか、コンパクトディスクカセットテープの計算形態で発売されたそれぞれ収録曲目も異なっている歌唱曲以外に CBS ソニーから発売された CD 版に岩井由き子と渡辺美奈代のおしゃべりが EPIC ソニーから発売されたカセットテープ版には渡辺ま里奈と イイクイナ・アキコのおしゃべりが収録されている。LP サイズの写真集が予約特典として店頭で渡された。ライブ映像作品、卒業記念スプリングコンサートセーリング無工場も1987年5月15日に VHS で発売されており、後に DVD 化もされた。なお、映像化されていて音源化されていない曲は流氷の手紙。 城野内さなえ、影う高井まみこ私は、リカちゃん、にゃんぎラス、木原秋、たつみリカ、白石あさこの3曲。LP 版は後に、デジタルリマスター音源 CD ボックス、おにゃんこクラブ大全集、下巻のディスク4で、初 CD 化された。さらに2008年9月17日には、特別な CD プレイヤーを購入することなく、 高音質再生が可能と検伝されている、ハイクオリティ CD 仕様の、おにゃんこクラブ大前集4比クオリティクド、上下間限定 CD ボックスにも収められている。なお、バックバンドのメンバーの一人として、後に、アニメ CM などの作、編曲家として、有名になる、菅野陽子が参加している。楽曲名の後にあるはライブでのセットリストナンバー。 がある曲は、その番組の,の収録曲。新、新会員番号の歌深呼吸して20歳ハートに、募金を星のバレリーナ天使のボディーガード時の皮を、超えてシンデレラたちへの伝言トゥー、アダルトバレンタインキス後ろ指刺さ,され組み、かしこじゃあねオーバーチュアスタンダップ新、新会員番号の歌声はクエスチョン、ホワイトラビットからのメッセージうのメリーゴーランド。 アジサイ星のバレリーナシンデレラたちへの伝言トゥアダルト瞳に約束夏を待てない。バレンタインキッスあの夏のバイクなぎさの、賢あなただけおやすみなさい瞳の扉じゃあね。オーバーチュアス,スタンダップを先に失礼しん。新会員番号の歌ホワイトラビットからのメッセージマリーナの夏深呼吸して、雨のメリーゴーランド星のバレリーナ約束、トゥアダルト夏を待てない賢しこ瞳の扉 卒業生挨拶ジャーネーエンディングライブアルバムは本作品のみであるが映像作品は複数タイトル発売されているおにゃんこクラブ映像作品参照後ろ指刺さ,され組は同年9月のおにゃんこクラブ解散記念全国10段ファイナルコンサート国立代々木第1体育館公演で再結成されたこの日以降の再結成は一度もないクレジットは 菅のようご名義、ありがとうございます。